もう二人ともご結婚は。どなたか言い方がいい。あの山際大志郎というすごいのがいますけど。昨日は聞いたんだよな、それ。でもみんなのこう微笑みに包まれる名前みたいで。ああ。皆さんどうって言ってみんな爆笑するんですよ、ね。そう。誰かいい人いないですかってみんなそれ言いますよ。このエリアでは。あの山際先生って鼻筋のこうスーッと通った。そうそうそう。鼻先生独身なんですか？独身。独身。小林秀俊先生も独身。あそこに写真があります。なかなかね、最初ね、見えた時みんな小平ちゃんって言ったんだよね。でもなんか相手ありますよね、小林秀俊先生。来るとなんか場が和むんですよ、なんか。あの丸くっていいですよね。本当ね、じゃあここなんです。絶対怒られるんで。もちろん文雄先生も。もちろん文雄先生。そうなんですよ。大きなリアクションを取っちゃう。あのね、いい男ほど残ってんですよ。で、僕みたいなね、チャランポランがさっさと片付いちゃうんで。